皆さんこんにちは、インストラクターのまなみです。今回は骨盤周りを整えていくストレッチ、ヨガのポーズをご紹介していきたいと思います。骨盤周り硬くなってしまうと、腰痛の、悩みを抱えている方だったり、あとは下半身がちょっとこうポテッとして下半身太りが気になっている方だったり、お尻がなんか最近垂れてきたなっていう方、たくさんあの悩みっていうものがあるかなと思います。その原因の一つとしてがその骨盤のバランス歪みが原因で、そういった、不調をきたしてしまうことがあります。なので今回は骨盤周りを緩めてほぐしていくような、ヨガのポーズ、ストレッチをご紹介していきたいと思います。ぜひ皆さんもお家でやってみてください。それでは早速始めていきましょう。足を前に投げ伸ばしていきます。腰幅程度に開いていきましょう。両足を曲げて両手を後ろにつきます。まずは足を右に左にパタンパタンと優しく倒しながら、左右の股関節の動きを見ていきましょう。右足、左足の動き、どっちの方がやりにくいかな、やりやすいかな、硬いかなっていうのを見ながら動かしていきます。で、ここで硬い方が少しこう見つかったら、あ、なんだかこっちの方がやりにくいなっていうのが見つかったら、そっちの硬い方の足をしっかり長めにやってあげてもいいかなと思います。はい、では股関節を少しこのようにして緩めていったら、動きを止めていきましょう。足を少しだけ閉じていきます。はい、では右足は曲げたまま、左の足は伸ばしていきましょう。右足を抱えていきます。右のかかと左の手で触っていきましょう。ではそのまま足を膝を外に出すようなイメージで、ゆっくりと胸の方に引き寄せていきます。右手で右膝を抱え、左手で足裏、もしくは持てたら同じように足首あたりを持ってもらって、膝の角度90度になるようにします。足首も90度になるようにして、自分の胸の方にぎゅーっと引き寄せていきましょう。で、左の足伸ばしてるの辛ければ曲げてもらっても構いません。そういうように少しゆらゆらこの状態で揺らしていきます。骨盤周りを緩めていくようなイメージ、股関節周りを優しく揺らしてあげて、硬くなっている部分をほぐしていきます。動きを止めたら、ぐーっと自分の胸の方に引き寄せていきます。そしてそこから左の足を曲げていきます。右の足首、左の膝の上に置いていきましょう。手は後ろについて、左足胸の方に引き寄せたら、ぐーっとここでストレッチです。背中丸くならないように背筋長く伸ばしていきましょう。鼻からゆっくりと息を吸って、優しく吐いて、さらに足が胸の方に近づいていきます。さあ、ゆっくりと呼吸繰り返して、それでは左の足をゆっくり伸ばしましょう。左の足を今度伸ばした右足裏マットにつきます。この状態でもいいです。左の足右側に持ってこれそうだったら持っていきましょう。で、右の足裏はしっかりとマットについておきます。左手で右膝を抱えて、お尻浮かないように右のお尻はしっかりとマットにつけておきます。膝と胸が近い状態、そうすることでこの外もも伸びていきます。右手大きく天井へ持ち上げて、体の後ろに回していきましょう。背中長く伸ばして、吐く息が来たらゆっくりと体を右にツイスト。また大きく息を吸って、
吐く息でさらにねじりを深め、背骨も柔らかく動かして、そして右の臀部から外ももにかけての伸びも感じていきます。あともう二呼吸、大きく息を吸って優しく吐いて、さらにねじりを深めていく。あと一つ呼吸、吸う息が来たら優しく状態、体を元に戻していきましょう。手を外したらこの右足をほどいて横に流していきます。背筋長く伸びて、さあ大きく息を吸って、一度吐いて、お尻をぐーっと下に落としていきます。じゃあ右の手は腰に添えていきましょう。ちょっと右の骨盤、股関節周りを動かしていきます。吸う息が来たら右のお尻を前に押し出すようにして、骨盤少し左側に向けていきます。吐く息が来たらお尻を床に落としていきます。吸って右のお尻を前に押し出します。吐いて丸めます。お尻を床、吸って吐いて、ラスト一回吸って吐いて、ゆっくりと足を元に戻して伸ばします。今度反対の方行きましょう。さあ左の足を曲げて、右手で左のかかと持ちます。左手で膝を抱え込んだら体を胸の方に引き寄せて、さあさらに大きく手を回して足をキャッチ、背筋長く伸びたらお尻左右にゆらゆら、膝は少し曲がっても構いません。さあお尻周りゆっくりとほぐすように、股関節周りも柔らかくほぐしていきます。ゆっくり動きを止めて、ほぐれたなっていうところで止めていただいて構いません。自分の体の方にぎゅーっと引き寄せて、右足を曲げたらその上に足を下ろします。手を後ろについて、右足かかとお尻の方に近づけて、さあ胸の方にぐーっと足を引き寄せて、背中は長く伸ばしていきましょう。足首は90度です。呼吸繰り返して、鼻からゆっくりと息を吸って、優しく吐いて、右、左の臀部が伸びていく。さあ、あともう一つ呼吸。はい、では右足をゆっくりと伸ばして、左の足の裏、右足の外側に置いていきます。このままでもいいです。できる人は右足を曲げてお尻の横に置いていきましょう。左の足、膝が胸の方にしっかりと近づくように右手で抱えていきます。お尻は浮かないように気をつけて、背筋を一度長く伸ばしましょう。左手を大きく天井方向へ、吐く息が来たら後ろにくるっと回してお尻の後ろ、さあ背中長く伸びて、吐く息が来たら優しく左にねじっていきます。目線は遠くを見るようなイメージ。大きく息を吸って、吐く息柔らかくねじりを深めながら、そして左の膝は胸の方へと引き寄せて、お尻から外ももにかけての伸び、
感じていきます。また大きく息を吸って優しく吐いて、あともう一呼吸吸い吐いて、最後ねじり深めていきます。吸う息が来たら上半身正面に戻していきましょう。両手も解放します。この左の足をほどいたら横に流していきましょう。お尻が床につかない人はお尻の下にクッションを置いてあげるといいかなと思います。で、左右でね、やりにくい、やりやすい、あるかもしれないです。その状態見ながらね、無理なくやってあげてください。じゃ背中一度長く伸ばして、肩の力一つ抜いて、左手を腰に当てましょう。息を吸ったら、左のお尻をぐっと持ち上げて、骨盤右の方向に向けていきます。吐いて、お尻を下へと落とす。背中も少し丸くなるようにして、股関節を外に開くようなイメージ。吸って骨盤前に押し出して、この足の付け根がしっかりと動いているのを手で確認していきます。吐いて、足の付け根しっかりと動かしていく。このね、股関節がやっぱり硬くなってしまいやすい人多いです。普段からやっぱり歩いてたりすると、まあ、ある程度動くかなと思うんですけれども、歩き方とかも結構ダラダラ歩いちゃっていて、ももがあまりしっかりと上がっていない、股関節を使った歩き方ができていないと、この股関節周りというのがどん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 硬くなっていきます。で、股関節が硬くなってくると、もちろん腰痛も、引き起こしてしまいますし、その足、下半身太りの原因にもなっていきますので、この股関節しっかりとね、ゆっくりで構いませんので動かしていきましょう。で、だん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 始めはやりにくいんですけど、やりやすくなっていきますので、これも回数とかもご自身のね、体の状態見ながら行っていただいて構いません。さあ、あともう一回だけいきましょう。で、吐いて、はい、ゆっくりと動き止めたら、今度足の裏同士合わせていきます。両手で足先包み込んで、股関節ちょっとパタパタパタ動きを止めたら、背中長く吐く息前に前屈をして、内ももが伸びていく。お尻は床から浮かないように気をつけて、股関節周りじわーっと開いていく。あともう一つ呼吸をして、吸う息が来たら上体を起こしていきましょう。足一度前に伸ばして、ブラブラブラ、動きを止めたら、あぐらに戻っていきます。はい、少し股関節周り動きがね、良くなったかなと思います。毎日もちろんできるといいんですけれども、気が向いた時ではまずはいいので、しっかり体を動かすという習慣を、身につけていきましょう。それでは終わっていきたいと思います。ありがとうございました。